ユーロビジョンソングコンテスト2008ユーロビジョンソングコンテスト2008英語、フランス語は第53回のユーロビジョンソングコンテストである前年に行われたユーロビジョンソングコンテスト2007でセルビ代表のマリア・シェディホビッチが優勝したことにより今大会はセルビアが主催権を獲得し同国首都のベオグラードで開催された 会場となったのは2万人以上が収容可能な、ベオグラードアリーナで、準決勝は2008年5月20日及び22日、決勝は5月24日に行われた。司会を務めたのは、ヨバナ・ヤンコビッチとジェリコ・ヨクシモビッチで、主催放送事業者は、セルビア国営放送、RTS である。ロシア代表のジーマ・ビラーンの楽曲で本人と、ジム・ビーンズ、 の制作によるが272得点を得て、首位となり、ロシアにユーロビジョンソングコンテスト初優勝をもたらした。以下、ウクライナが2位、ギリシャが3位、アルメニアが4位、ノルウェーが5位となった。2008年大会はまた、史上初めて公式サイトユーロビジアン TV にて、各国の放送事業者の許可を得て、それぞれの国内選考の決勝が中継された。 2008年1月30日、ユーロビジョン TV にて、ザ・コンフリュインスオブサウンドが本大会のテーマとして発表された。これは、主催地ベオグラードが、ドナウ川とサバ川の合流、コンフリューインス地点で、あ、事実に着想を得たものであった。フィンランドのヘルシンキで行われた、ユーロビジョンソングコンテスト2007で、マリア・シェディホビッチが優勝したことにより、 セルビアは2008年大会の主催権を獲得した。会場には首都ベオグラードにあるベオグラードアリーナが選ばれた。同アリーナはヨーロッパでも最大級の屋内イベント施設であり、2万人を超える観客収容能力を有する。2007年9月14日、2007年大会の主催地ヘルシンキの市長からベオグラードの代表へユーロビジョンの鍵が引き渡される式典が行われた。 この式典は2008年以降始まったものであり、前年の主催地の代表からユーロビジョンの鍵が引き渡され、公式に新しい大会シーズンの幕開けとなる。2008年2月17日にコスボがセルビアからの独立を一方的に宣言したことに伴い、ベオグラードでは暴動が発生した。欧州放送連合、エブは緊急に電話会議を行い、 開催地の変更について協議した。2007年大会で2位であったウクライナが代替候補地の一つとして上がった。また、2007年大会を主催したフィンランド国営放送により、フィンランドで行うとい,い選択肢も候補に上がった。ギリシャのギリシャ国営放送アートも開催の用意があるとして名乗りを上げた。結局、欧州放送連合の支援のもと、 開催地を変更せず、ベオグラードとすることが決定れた。セルビア政府は、セルビア国営放送に対し、大会参加者と観客の安全を保障した。アルバニア、クロアチア、イスラエルの参加者代表団には特別の敬語が付けられた。セルビア国営放送は2008年大会のブランディング、ロゴデザイン及び会場設計のための入札を実施した。大会のテーマは、 コンフリュインス・オブ・サウンドと決まった。これは、主催地ベオグラードが2つのヨーロッパの国際河川、サバ川とドナウ川の合流点に位置することを象徴するものであった。ロゴは、トート記号をもとに、ポリス・ミリコビッチによってデザインされたものが採用された。それぞれの楽曲の前に流れる小映像、ポストカードでは、それぞれ参加アーティストが書いた短い手紙が綴られ、 その国の国旗が形作られる。手紙はそれぞれ参加アーティストの母国語で書かれているが、セルビアは例外で参加各国の言語で、セルビアへようこそ、ベオグラードへようこそと書かれている。また、ベルギーも例外で、同国からの参加曲、同様の各言語で書かれている。最後に、本大会のロゴが入った切手が貼られ、消し印される。セルビア国営放送によると、 舞台は土着のアイデンティティ、歴史上、そして現代のテーマ、シンボル、世界的なメッセージを表現したものであるとされる。カンクリューインス、合流をテーマとした舞台には、多数のテレビジョンや液晶ディスプレイが設置されている。舞台には、稼働部分をはじめとして、可能な限りの新技術が用いられている。舞台は、シカゴに拠点を置くデイビットクッシング、デイビットクッシングにより設計された。 準決勝1は、ベオグラードの街をテーマとしていた。この日のイベントの冒頭、ベオグラードのパノラマ映像が、客席後部に映し出され、二つの波が、客席の上を流れて、中央で合流した。準決勝2は水をテーマとしており、幕合では、会場は、水の色に包まれた。決勝では、合流が、テーマとなった。舞台の設計には数日を要し、 ヨーロッパ各地の設計チームが参加した。パイロテクニクスが多用され、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、フィンランド、ドイツ、トルコ、チェコ、ブルガリア、スイスがこれを使用している。2007年5月にヘルシンキで行われた記者会見で欧州放送連合のユーロビジョンソングコンテスト、エグゼクティブスーパーバイザーであるは2008年から2つの準決勝を行うことを発表した。 2007年9月27日、欧州放送連合により、2008年大会では2つの準決勝を行う計画であることが発表された。各国の放送事業者は、2つの準決勝のうち、自国が参加、投票する準決勝を国内で放送することが義務付けられており、他方の準決勝の国内放送は任意とされている。2008年1月28日、 ベオグラード市役所にて、二つの準決勝での登場順が決定された。まず、それぞれ、準決勝一、準決勝二と書かれた二つの封筒が引き出された。ついで、六つの組から、それぞれ三国が無作為に取り出されて、準決勝一に、残りの三国が準決勝二に割り振られた。そして、五組に残された一国は一つ目の封筒の中に、書かれた、準決勝に。 六組に残された一国は二つ目の封筒の中に書かれた準決勝に割り振られた。自動的に決勝進出が認められている国々は二つの準決勝のうちどちらか一方で投票に参加し、その準決勝は自国で放送しなければならない。もう一方の準決勝の放送は任意とされている。準決勝免除による決勝進出国のうち、 どの国がどちらの準決勝で投票するかが決定された。準決勝は公式サイトよりインターネット中継される。視聴者投票により上位9国となった国々及び審査員投票により選ばれる1国が決勝進出となる。2つの準決勝からそれぞれ10国ずつ加えて自動的に決勝進出となる5国を合わせて25国が決勝に参加できる。 2008年1月24日、準決勝に参加する38の国が、それぞれどちらの準決勝に参加するかが決定された。この組分けは、過去の各国の投票履歴や地理関係に基づいて決められる。以下の各組から半数が準決勝1に、残りの半数が準決勝2に振り分けられる。それぞれの準決勝及び決勝における登場順は、 2008年3月17日の代表団長会合にて決定された。2007年12月21日、欧州放送連合は43の国々が大会に参加することを確定し発表した。サンマリノや欧州放送連合に加入したばかりのアゼルバイジャンが本大会で初めての参加となった。オーストリアは不参加であった。同国のオーストリア放送協会は 楽曲のよし悪しではなく、出身国によって順位が決まっていくことが2007年大会ではっきりかとしている。1997年大会を最後に参加していないイタリアも不参加であった。また、スロバキアも資金難により今大会不参加であった。以下の国々が5月20日と22日に行われた準決勝1または準決勝2に参加する。加えてドイツ、 スペインが準決勝1で、フランス及びイギリス、セルビアが準決勝2で投票する。スペインとフランスは、自国が投票する準決勝のみを国内放送し、ドイツとイギリス、そしてセルビアは、両方の準決勝を国内放送するドイツについては、準決勝には中継ではない。準決勝1は2008年5月20日に行われる。参加国に加えて、 ドイツとスペインが投票に加わる。イコール決勝進出国。準決勝1は2008年5月22日に行われる。参加国に加えて、イギリスとフランス、セルビアが投票に加わる。決勝に参加できるのは以下の国々である。決勝は2008年5月24日に行われ、ロシアが優勝を果たした。イコールビッグ4イコール主催国決勝では、 以下の順序で各国からの得点が公表されていった。以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。各国の放送事業者は決勝に加えて自国が参加、投票する準決勝を自国で同時中継する義務を負っており、自国の参加、投票しない準決勝の放送は任意とされている。イギリスサンマリノ、ギリシャ、 クロアチア、アイルランド、ドイツ、オランダ、ノルウェー、マルタ、セルビア、フィンランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、デンマーク、ポルトガル、キプロス、イスラエル、エストニア、トルコ、ラトビア、スロベニア、ロシア、ウクライナ、リトアニア、チェコ、アンドラ、アルバニア、ブルガリア、アイスランド、スウェーデン、ルーマニア、オーストラリアでは2つの準決勝ともに国内放送を。 中継あるいは録画される。セルビア国へ放送は 1080i によるハイビジョン画像と5.1チャンネルサラウンド音声による放送を行った。ベオグラードアリーナには新たにハイビジョン放送の設備が構築された。本大会はユーロビジョンソングコンテストがハイビジョン放送されるようになって2回目の大会であった。ではイギリス及びアイルランド共和国向けに 本大会の映像がハイビジョン放送された。スウェーデンのリットアニアのスイスのは決勝及び二つの準決勝をハイビジョン放送した。これ以外の国々ではハイビジョン放送は行われなかった。各曲の歌詞については以下を参照のことディガルューセラッシュ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。